結論は、サミ。これは暁古城氏と誰かを霊的に接続させるためのマグです。要するに神祖の血の伴侶と同等の資格を得るってことね。それでどうします、キリハン。それ以外には何の役にも立ちませんが、逆に接続さえしてしまえば、持ち主は無尽蔵ともいえる彼の魔力を自由に引き出すことができます。待って、そうね、暁古城の血の伴侶、それも悪くないかもね。はあ、待ちなさいよ、キサキキリハ。あなた本気で言ってるの？大使局はあなたがこの指輪で彼と契約し伴侶となることを望んでいるようです。誰があんな私の雪菜につきまとってるような男。いや、どちらかといえばつきまとってるのはヒメラギユキナの方だと思うが。まあ、ユッキーの場合はそういう任務だからね。うん、本気よ。もう暁古城は暴走してないんだから、あんたが伴侶になる必要なんてないんだけど。あなた好きなの、暁古城のことが。そんなわけないんだけど。すみません、キリハ、今の話はなかったことにしてください。あ、どういうこと？状況が変わるかもしれません。とにかくその指輪は獅子王機関に返しなさい、キサキキリハ。没収よ、没収。ちょっと返しなさいってば。あら、どうして、どうしても。シオちゃん、私たちはどうする？どうって言われても。